こんばんは。よっこら。こんばんは。あ、そうなんだ。そうなんだじゃない。そうなんです。昨日長岡花火見に行きました。なんと近くで見たのでとてもとてもお美しかった。皆さんは見ませんでした。行かなかった。あ、YouTube ね。あ、なるほど。フェニックスってさ、必ず見たいよね。いや、それはみんな同じか。え、でもそんな混んでなかった。いや、フェニックスはマジでいいよ。本当に見たことない方ぜひ見てね。生がいっちゃん感動するから。あ、いや、あれはいいよ。本当に動画でも感動するけどやばいよ、感動だよ。歌がいいよね。合わせる花火と一緒の、あの歌がいい。ジュピターいいね。ジュピターとは何ですか？歌の名前、曲の名前？え、合ってるよね。Every day I listen to my heart. It is not. あんま歌詞知らないから歌えないけど。意味？意味なんかあるの？ジュピターに。まあ確かにありそうだけど。ね、なんでそんなに国語辞典で調べなきゃダメ？どんだけ調べるね、私。へえ、星の名前なんだ。もう答え言ったじゃん、みんな。私調べる必要ないじゃん。
そりゃそうですよね。ないとは思ったよ。木星いた。木星らしいです。答え分かった？満足満足した？あ、よかった大満足調べてないけどねそう。え、出ないんかい出ないんかい今日は課題済みました。あともうすぐで終わる。まだ終わってないけど、あの漢字のやつ、漢字っていうか国語ね。え、下品なこと言わない。下品っていうのちょっと分かんないけど花火の会渋滞したかな。え、そんなに渋滞してなかった。最後まで見たわけじゃなかったから別に渋滞はしてませんでした。でもあんま見てない。私車の中で寝るタイプだから、帰りとかは。睡眠大事。劇場なう。ああなるほど。先ほど劇場行ってきたね。本当にね、何言ってるの。私が運転するわけないでしょ。皆さんは私の年齢ご存知？16歳です。運転もできません。お父さん家族と行きました。お父さん、お母さん、父、母。中学生？違うよ。16歳で中学生だったらちょっと驚き。留年してる？車運転するのちょっと、あ、でも撮りたいかも。楽しそうちょっとよくわかんない自分が今思ってること。撮りたいのか撮りたくないのさあ。昨日はどんな髪型？昨日は、昨日の配信見てる方わかる。昨日の配信を見てくれてる方ならわかる。普通におろしの巻き髪で行きました。
どういうこと？ね、え、ぷっ、すいません、変な声しちゃった。ちょっと面白すぎてずっと声しちゃった。前髪伸びた？まあ、わかんないちょっと今日は美容室に行ってきましてですね、ちょこっとだけ髪の毛を切りました。本当にちょこっと、皆さんがわからないぐらいちょこっと切っただけ。髪の毛を揃えただけ、のみです。整えてきました。前髪とかは何もやってない、ただ単にこの髪の毛を、え、めっちゃさ、超サラサラなんだよね、本当に真面目にサラサラ。え、何お姉ちゃん、何が言いたいの？映せる程度に映す、見えるかな。ちょっとね、揃えたんですよ。え、マジサラサラなんだけど、ありがとうございます。なんかお姉ちゃんが軽く染めてる？うん、染めてない、何も染めてないです。私マジで染めてないから、みんなうっと信じて、本当に染めてない。染めたら怒られるもん、お母さんに。あと、そもそも染めちゃダメなもん。ただ私はお母さんの遺伝で、あと日焼けっていうかもあって、髪の毛が少し茶髪なんです。あ、そうだ、お姉ちゃんね、あの免許取ってるらしくて、なんだっけ、マニュアルですって。マニュアル合ってるマニュアルの免許取ってる。ブランブランブワバカバカブーンって感じやば荒れてる。かっけえ。一回転したそうかそうかもしれない。お姉ちゃんかっけえだって。よかったね、言ってほしかったんでしょ。言ったから、私ちゃんと言ったよ。マジで偉い娘、娘がだ、妹お姉ちゃんの娘になっちゃったあるよね、乗せたこと、ある、運転してもらったことある。お姉ちゃん上手、運転上手です。止まる時のブレーキとか、あのこうならないで普通になるから上手ですね。お父さんはあの運転が荒いです言っていいのこれって。ちょっとお姉ちゃんの方が上手ですよ、普通に。お父さんは急に止まるからダメです。あ、そうだ、いやでも最後らへんに言おう、ちょっとメモっとかなきゃ。そうだね、お姉ちゃん免許取ったばっか、免許取ったばっかだから、ばっかだけどお上手ですわ。
ら辺に立てとけば。青い何？マジで？オムさんが今配信始めたんだ。きっとみんなそっちに行くでしょ。どうせいいよ行きなさい。私よりオムさんを見に行きなさい。いいよ私のことなんて。もうどうでもいいから。私なんか毎日やってるからいいよみんな。行ってきな。行かねえし、あ、ありがとう、嬉しいよ。そう言ってもらえて。あ、そうなんですよね。そうなんで、上から目線だな。明日はカリさん誕生日です。お祝いします。して NGT って私しか知りませんか？え、私以外にたくさんいますよ。 NGT 私だけだったらグループじゃないじゃないですか。 NGT 48ですから。あ、ごめんね、ちょっとさ前髪気になっちゃうんだよ。ずっ崩れてたら崩れてたらさ、なんかブサイクじゃん。なんか今日漏れてないし、ちょっと前髪だけは。48人はいないけどグループですから、私だけじゃありません。ありがとうございます、褒めていただき嬉しい、ありがとう。2人知ってるんだ。え、たくさんたくさん知ってとは言いませんが、そうだね、こまちもひろかっぴももうすぐ誕生日だから。今日は9時半まで。はい、すいません、さほちゃんもね近い。え、何が？まだ。やば、今目がずしずしきた。え、そうだったの？え、なんか体調不良者多いよね、4期。え、大丈夫かな？私なんかした？何もしてない何もしてないはず。メシは何もかかってないし大丈夫。え、大丈夫なの？やだ、心配だよ。うん、偉すぎる。
やばな、ちょっと待って、ちょっと待って、泣けてきた、ちょっと待って、ちょっと なんで今の、なんでこれだけ泣けてくるの？ちょっと待って、やめなさい、内緒で。なんかさ、小町体調が悪いって今聞いたんだけど、なんか笑顔でパフォーマンスしてたって今お姉ちゃんから聞いて、なんか泣けてきちゃった。笑顔で頑張ってパフォーマンスしてたって聞いたらちょっと泣けてきたんだけど 本当にごめん こういうの泣いちゃうんですけど偉すぎて、偉すぎて泣けてきちゃった。笑顔でパフォーマンスしてたの？体調悪かったのに？いや、えぐい、偉すぎる。小町偉いよ。頑張ったね。偉すぎる、偉すぎて涙出てきた。そうだね、よしよししてあげたい。だけどいつ一緒になれるか、会えるかな、会える。ありがとうございます。あっちいちいよね、お外。夏ってさ、夜でも暑いじゃん。やだよね、暑いの嫌い。いい笑顔の素晴らしいよ。ということで、もうこうなったら大人は、どうしよう、ちょっと待って、なんか順番が違う気がする。今何時？あ、でもあんま15分も経ってないか。いや、私最近アイス食べないです。あのアイスのイベントが終わってから食べなくなりました。本当に食べない。なんで食べないの？なんでだ？気分じゃないから。あと夜ご飯はたくさん食べるタイプなんで、お腹いっぱいなんです。お腹いっぱいなのにアイス食べると、無理やり詰め込めてる はい、きつくなるので、お腹が、アイスは食べません。あとアイス1週間分、来ないかな。まあ、まだちょっと来てもないけど、どんなのが来るんだろう、アイス1週間分。楽しみだ。あのね、なんと今日もうめっちゃみんなからすごい昔なんだけど、今日ね、なんと言い過ぎだな、ごめんね。今日お肉を頼みました あと配信でもらった、ゲットゴールした松阪牛 今日頼みました。とても遅いです。はい、だから届くのはこれまだ先です。
とても先になります。あ、そう、あのお肉遅いよね。ごめんごめんごめん、本当に放っておいた。ずっと頼んだ、だからあのまだ食べてないとかじゃなくて、頼んだだけだからまだ届いてもらえません。あの頼むから、アイスも頼むから。でその松阪牛すごい、あの頼むのすごい放置してたから、アイスも放置するんじゃないかなって思って、だからアイスのなんていうの、もう申し込みっていうか、な来たらもうすぐ頼みたいと思う。だけどまだその申し込み用紙もらってないから。なんかもうもらったらすぐ頼もうと思う。夏だし今。え、そんなこと言ってたの、怖っ、うわ怖い、わわ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 。そうだからさ、もしさ届いたらさ配信で食べたいね、松阪牛。そう、なんかいろんな種類があって、焼肉とかしゃぶしゃぶとかいろんなのあったんだけど、私はステーキを頼みました。イオン、ステーキ、ウー、ててて、松阪牛松阪牛って言うとさほちゃんを思い浮かべる方が多いけど、別にさほちゃんの肉じゃないからね。言ってる方言ったけど怖い怖いよそれは。違うに決まってるでしょさほちゃん違う、でさほちゃんのお肉じゃないから違うでしょ。なんか前から思ってたんだけど、この星のステッキかわいい。星のステッキギフトありがとうございます。かわいい。心臓牛はないのかな。あー多分ないと思うないないね、多分ない。あな名前的にちょっと牛って感じがしないお肉って感じがしないから。え、怖っ、なんか怖い、やだ、食べたいとか言わないで怖い。ありがとう、星のステッキ、うまそううまそうじゃないねん。
確かに心臓っていう名前がちょっとまずそうじゃない？ちょっとまずそう。まずい、まずいね。こんばんは。心臓和牛。あ、そんなことない？嘘、マジか。かも。うまそう。お肉とかさ、焼き加減、あのステーキとかよくわかんない。赤い方がいいのか、ちゃんと焼けてる方がいいのか、ちょいとわからない。お肉、焼肉だって焼いたことないし、ちょっとわかんない。あ、それお好みか。お好み。お好みな。ミディアムレア？え、何それ、初めて聞いたかも。あ、いや違います。昨日はお車で行きましたよ。お花火。カーで行きました。ママカーで、マザーカーマザーカーで、なんかおかしいけど、お母さんのお車で。ブーン。あんまこんな音しないけどこんな音して走らないよ。捕まる。かまちゃんの場所ありえないから。もう、はい、間に合いました。え、でもね、なんかそれが全然混んでなかった。全然混んでなかったからスイスイ行けちゃいました。フェニックス見ました。あなたのもとへすいすい。みんなにお好きになりたい。一応メイクと、え、なんでそんな怒った口調で言うんですか、お母さん。あ、裏道で言ったそうです。何？バカになんてしてないよね。へえ。裏道で行ったそうです。だから混んでなかったんだって。え、変顔なんかしてないし。それってあなたの感想ですよね。やべ、来日してるなんてすごい。確かに、誰が運転してたの？お父さんか。ひろゆき。
ターって笑い止まんないんだけど。あ、ちょっと待って、暗くなった。明るくない。オッケー。あ、こんなん、そこなんだろうな。あ、まあ、待って、こうなんだ、こうなんだって感じ。似てないか、さっきのが似てる。ひだきって何言ってるか分かんない。パソコン用意しないとか。コラボ絶対コラボしたらちょっと気まずくなるやん。絶対より。じゃあ一応言っとくね、コラボよろしくお願いします。ぜひ待ってます。黄色のパーカーある？ない、持ってない。え、黄色のパーカー着てんの？いつも。面白い。面白くないか。ちゃんがつぼったっておもろ。あ、そうです、ひろゆきさんって、あのひろゆきさん、そう、あのひろゆきさんいや想像しないで、コラボしてる想像して笑ってるらしい。今一人で笑ってるってことだよね。頭おかしいんじゃないの。まあ私も一人か。面白くなりそう。え、そうかな。そうだね。何言ってもなん、ナンパされ、それってあなたの感想ですよね。で、何回も。ちょっと嫌になって途中で逃げるかもしれない。コラボして。それってどういう意味？それってどういう意味？まあ確かにあんま気が合わなそうですよね、私と。絶対に合わない。ねえやめて、無理。お姉ちゃんが今 LINE でひろゆきさんの画像を送ってきたんだけど。ねえやだ、ねえ、ねえ無理しかも2個も。よくないね、本当に。え、ちょっと待って、いや、無理だ。ねえやめて、本当に送ってこないで。待ち受け、やだ、絶対に無理。
ちょっと今お母さんにコピーお願いしようかな。ひろゆきさんの画像。なんか急に似顔絵描きたくなってきた。私絵うまくないけど。ねえ何に使うんだろう。私わかんない。多分すぐホワイトボードで描こうと思ってるから多分すぐ消す。頼んどいてよ。ウケる。やめろし。ねえダメ、ひろゆきと私セットにしないで。ねえダメ。絶対な。その絵ポストしていいの？あ、どうぞ。で、ちょっと待ってる間にね。みんなってちょっと話変わっちゃうんだけど、ここの今見てる皆さんだけ私の小さい頃の写真を見せたいと思います。あの今日用意してたんだよ、ずっと片隅に、テーブルの机の片隅に。はい、見せます。写真を持ってきたので。そう、私だけ。え、でもお姉ちゃんが隣にいる写真が1個あるから、それはちゃんと隠して写します。あ、やべ、若干写ってる。やべ、よくないよくない。あ、これで隠せばいいか。OK、 何しても見えない。じゃあということで、そう、この配信を見てくださってる方限定でございます。ということで見せます。これは、1歳かな、2歳、1歳ですね。1歳の頃のあたち、いや分かんない、1歳かな、まあいいや。1歳、あ、1歳ですね。1歳のお誕生日の時のお写真でございます。いきます。シャダダダダン。見える？めっちゃ笑ってる。そう、これワンワン。このケーキね、お母さんの手作りですよ。多分。え、お母さんの手作りだった気がする。こちらは1歳のお誕生日の時の お写真でした。ケーキ美味しかった？え、ちょっと記憶にない。え、そうなの？私マジで小さい頃ハゲてて、本当にハゲてた。マジで髪の毛なかったんですよ。だから女って疑われてた。まだたくさんあるの。あと2枚。でもあんまりこれ可愛くないかも。あと2枚は。あと背景がすごい散らかってるからあんまり見せられないね。いきます。多分これ七五三の後かもしれない。はい、どうやって見せればいいんだろう。
多分なんか撮影した後で、あとなんかちょっと泣いてる、泣いてますね。泣いた後ちょっと若干涙目なんですよ。あとなんか変なのに入ってる。おもちゃ箱なのかな。さあよくわかんない。何お姉ちゃん、お姉ちゃん、あと一枚は、あ確かに、なんか本当になんか叫んでるのかわかんない、叫んで、多分叫んでる写真ですね。これはもう、年中、笑い止まんねえよ。ねえ無理、ねえ無理、ここに置く。ちょっと最後の写真見せるね。行きます。こちら、やばい、反射してるライトのせいで見えた。で、叫んでるお写真。可愛くないですね。え、お姉ちゃん、いや、なんか髪の毛ボサボサだよ。え、でも見せちゃダメだと思う。お姉ちゃんは今とちょっと顔似てるから、いや見せちゃダメだよお姉ちゃん。やんちゃな感じ、確かに。見たい？じゃあお姉ちゃんだけに見せてあげる。本当に髪の毛ボサボサで、そんなに似てる？似てる、今と似てる、変わんないから多分見せちゃダメ。もっと赤ちゃんの頃だったらお姉ちゃん見せられるけど、後で送るよ。ということで、最後の写真を見せる前に、なんとひろゆきさんが登場してしまいましたので、早速ひろゆきさんの、ひろゆきさんの似顔絵を描いていきます。お手本はこちら。ホワイトボードに、書けるかな、頑張って。あ、オッケー、書いた。
どうしよう。ひろゆきさんは縦長ですね。うまいやつそうに言うな。やべえ、失敗してる。手がぶれて。あれ、今日は9時半まで。髪の毛はちょっと分けてる。時間がかかんない程度に描きますね。盛り髪ですね。 OK、 髪型完成です。スピード、眉毛はちょっと太いですね。はい、では順調。ちょっとお目々がまん丸い。はい。するな。これちょっと待ってね、みんな。今目突入。ちょい涙袋があります、ね。素晴らしい。いや、これじゃまだイケメンだな。すごいイケメン、イケメンになっちゃう。すごいひげあります。ひげをもっそりといきます。ひげもちゃんとしっかり再現しない。お口も特徴というか、ちょっと 薄い唇ですね。はい、ここにもありますね、おひげちゃんが。ちょっと微笑むぐらい。あと鼻ですね、残り鼻。なんかが違う気がするけど、
涙袋。なんか違う。あ、なるほど。ちょっと分かったかも。ちょっと目が違いますね。ちょっとこっちが上がってる。ちょっと待ってくださいね。ちょっとは似たんじゃないですか。これだともうちょっと髪の毛を黒くしたい。 OK、 もう完成したから、ちょっとあと髪の毛を黒くするだけ。いけた。ごめん、ちょっと似てないんだけど許して。でちょっと許して、ごめんね。いきます、3、2、1。こちら頑張って書きました、ひろゆきさんです。むかつく。あ、ひろゆきさんです。書けました。じゃああれでいいですか、私それしか知らないんで言います。それってあなたの感想ですよね。聞こえた？見本と比べてみて。似てないね。まあ似てないけど、ちょっとは頑張りました。私結構下手くそなんだけど。え、消しますよ。みんなスクショできた？スクショした？しなくてもいいか。消すよ。消します。もう一回見せて。 OK、 じゃあスクショしてね。私本当に消すから。 OK、 スクショしたね。じゃあ消します。買い取りたい。何円で買い取ろうか。ちょっとお高めにしたい。はい、以上私のお絵かきタイム、間違えた、似顔絵タイムでした。私結婚似顔絵は得
意なのか知らんけど。ねえやだ、ひろゆきやめて。じゃあ歌おう。以上。ごめんね、似てなくて。でも頑張ったの、私なりに。よっこら。じゃあ今日歌う。今日歌うのは前座で会った大人ちゃんを歌いたいと思います。あ、おばあちゃん、まあいっか。テロップこのままいく、いきます。もうコラボお待ちしているので、今日は最後まで消さずに行きます。あ、テロップ変えなきゃダメだ。ダメか。いや、いいよ、これでこれで歌おう。いいよいいよ、これで歌おうよ、これ。いいやんいいやん、行こう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。ななななななな、自分で決めたこの道は遮るもの何もないから。風は強いけど見晴らしがいいもんだ。行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想って気づいてしまった。世界はどこも立ち入り禁止、夢の終わり、何が待ってるのか知りたい知りたい。いつか大人になるんだ、嫌だって気にしても世間体を気にしながら立て前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。それよりも価値があるものって何？お金じゃ買えない幸せ、この世の中にはあるよね。それを具体的に聞いてもいいかい？理屈が少し矛盾し始めた。どこへ逃げる？聞き分けよくなって咲いて咲いて
しても世間体を気にしながら立て前へ言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ。嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。ずっと子供でいたいよ。現実を見たくない。汚れていく自分なんて絶望するだけ。僕はバカで構わない。賢くなりたくはない。ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ。大人でした。っていうか今何時だろう。 What's time? いた。しっぺーしっぺーってこっちだっけ。いた。いた。ありがとうございます。ありがとうございますって言ってた。8時10分。あ、ありがとうございます。8時10分。あ、じゃあ8時10分って言ってないよ。9時10分。私今何言って8時10分9時10分なのになんで8時10分って言っちゃったんだろう。今のはあの聞かなかったことに。なんで8時10分って言ったんだろう。わお、びっくり。時差。え、何？次ひろゆきがいるよ。てか普通にひろゆにになってるよ。ひろゆにがいるよ。ひろゆきね。オッケーオッケー。え、無理。ひろゆきがいるよなんか入れるわけないでしょ。え、じゃあちょっとチャレンジしてみる。ね、無理。笑って無理。歌えないよ絶対。え、音合わなくない。何かがいるよ。あ、いい。ひえ、合わなくない？ひろゆきいるよでいっか。ひろゆきいるよでいきましょう。どういうカラオケだよこれ。どういうカラオケですかこれ。何ひろゆきいるよっておかしいでしょ。ひろゆきさんに失礼。あ、いや。みんながそう言ってほしいなら歌うしかない。いきなり始まるからちょっと心の準備必要かも。無理。じゃあ歌うか。ひろゆきバージョンいきます。ちょっと笑っちゃうから。絶対無理だよ。全然なんか許されない。じゃあいくね。
バージョンの何かでした。どういう歌ですか。バズるとわかる。バズったら嫌なんだけど、バズりたいっつうバズりたいけどね。え、みんなひろゆきに変えないで。やめてください。どういうこと。本当だよ、バズると本当にコラボをしちゃうかもしれない。確かに炎上するわ。私炎上しちゃう。やめてみんな。炎上したくない。
炎上は嫌だ。消える、あ、ごめんなさい、指捨てちゃった。え、名前変えた。ひろゆきさんおるじゃん。そう、これポストすると炎上するから、ちょっと控えめにお願いします。そうだね、そろそろテロップ変えるか。ふう、面白かった。9時20分ですか。ありがとうございます。ひろゆき結びになった。え、マジでどういうこと。今何が起きているんだ。ねえ、やめて。むすみまで変えない。とても面白い。お姉ちゃん？これってお姉ちゃんなの？ありがとうひろゆきさん。ハート。正体はお姉ちゃんか。お姉ちゃん名前変えなさい。コラボしたいわけじゃないけど、なんか急にひろゆきの話になったから、みんなが、あのお姉ちゃんがコラボしようねみたいな。ねえ、やめて、まろゆきに変えないで。ねえ、やはりまろゆきだって。何、まろゆきって。ねえ、やばいって。まろゆき、ウケる。あ、もういいよその名前で。お姉ちゃんもまろゆきでいこう。ギフト使い果たした。マロユキいるよ。それな、いる。本当にいる。眉毛どんな感じ？ひろゆき？太いよ。ちょい太です。だからお姉ちゃんはマロだから。マロだからね、太くしなきゃいけないね。え、じゃあマロユキにしてあげよっか。私が今なんとかしてひろゆきを、コピーしたひろゆきを
いやでも失礼だな、こうすると本当に炎上しそう。人の顔に落書きとかさ、よくないじゃん。絵文字だったらいいけどさ。え、ダメ、なんか人の顔だとちょっと失礼かも。やめとく。似顔絵だった、私が描いた似顔絵だったらいいと思った、いいと思うけど、やめとく。そう、さすがにちょっとないと思う、失礼だから。やばいよね。え、でも似顔絵消しちゃったから無理。もう無理。ごめんねみんな、申し訳ない、もう消しちゃったんだよ、ごめんなさい、すいませんでした。いや戻したんかい。スクショはあるよ。おお。じゃあみんなスクショで。あ、そうじゃった。でもあ、いや、でも明日だよ。明日だよ。明日なんだけど、もう宣伝しとくか。はい、皆さん、前言った通り、私明日エッサーコイサーレディオがあります。なのでぜひ聞いてね。明日の9時ですね、聞いてください。ぜひ。楽しみに。違う。急にコラボはやばい。あおちゃんちゃんと喋って。おお。ゲストがひろゆき。どういうこと。してないです、何もひろゆきさんに関わることは一切しておりません。はい、楽しみにしててください。え、ちゃんと喋ってるよ。ねえ、そんな心配しないで、ちゃんと喋ったか。ねえ、なんかみんな心配してる。でも本当に喋ったから。明日の配信はね、エッサがあるから9時には終わりにしたいからね。8時からどうですか？8時から8時から夜の8時エッサ前に配信します。よろしく。
お願いします。まだお名前変えてなかったの？そもそも変えてないか。おお。え、でもちょっと似てるよ。あと2分。おお、マジか。じゃあ男女読みます。マロに加工しといた。あ、そうなの。マロ13位リュマさん、ありがとうございます。12位経理担当さん、ありがとうございます。11位紅生姜さん、ありがとうございます。10位まこちゃさん、ありがとうございます。9位ともさん、ありがとうございます。8位いちおるさん、ありがとうございます。7位りょうさん、ありがとうございます。6位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。5位お金持ち先生さん、ありがとうございます。4位ジンさん、ありがとうございます。3位渡辺サブローですか。あ、違うかも。渡辺サブローさん、ありがとうございます。2位メガネさん、ありがとうございます。そして1位おつさん、ありがとうございます。え、違った、違ったかな。合ってるっぽい。よし、 OK。 よし、ありがとうございました。今日は長い時間配信を見てくださりありがとうございました。バイバイ、おやすみなさいです。ごめん、ちょっと変えなきゃ似合いかいです。バイバーイ。